皆さんこんにちは、うまこです。今回行う検証はノーザンファーム生産場で勝負してみた。いやー、天下のノーザンファーム、リーディング独走はね、毎年のことですし、イクイノックス、アーモンドアイ、ドーデュースなどなど、名だたる名馬をね、生産し続けるノーザンファーム、馬券的にはどうなのかなということをちょっと検証していきたいと思います。該当馬が1、2頭の場合は単勝、3頭以上の場合は馬連ボックスで勝負していきます。それでは検証スタート。さあ、第4コーナー回ってからですからね。いやー、頑張って600を切って4コーナーのカーブ、ガッチリマーク2番手は9番ローリーグローリー。来てくれ。3番手は外を通って、番ーなんかあれだな、そして内からは全然なんか来てないな。後ろの方に下がっちゃったな。いやー、これはちょっと厳しすぎるんじゃない。わー、いやー、まあこの人気出しましょうがないか。デビュー戦の3番インビンシブル、インビンシブルパパ。フィリスト、さあ前が固まっていって残り6コーナー、4コーナーのカーブです。どうなるどうなる。前は1番ケイリーバンド、並んでいく6番西のコルベット、さあ並んで直線に向いた。3番手は外を通って2番大体です。そして大外から5番内から来て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 、さあ残り 400m、 頑張れ頑張れ。5番、あー、ちょっと伸びはどうか、と厳しいか、させないか。前は6番西のコルベット、2番手は16番クーワフィルスト、いやー伸びないね。これも厳しいな。前は6番西のコルベット、16番クーワフィルスト、残念。外は16番難しい。3着は11番、難しい。残り600の様式を迎えるところ、先頭6番プレシャスシル、リードは体半分。さあ、こっから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 回って直線に向いています。2番手は1番マイネルオーシャン、3番手は13番スノーディーバ、そして4番手の一線に頑張れ頑張れ、5番ベストミンエバー。さあ残り 400m、 いいよいいよ、前空いたから来れる、来れるんじゃない。来た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 、よし、そのまま刺して刺して、頑張れ頑張れ。ああ、いいぞ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 、来い、頑張れ、お願いお願い。ああ、よし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 、そのままそのまま、いいよし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 、オッケーオッケーオッケー、やった。当選くらいね、リードは体半分です。さあ残り600の様式を今通過して、こっから第4コーナーのカーブ、頼む、37来い、37来い、いやー、両方馬群の中前は固まって、その割ってきて、頼む頼む頼む、馬群の中には7番ソリッドラインです。さあ残り400を切っている、来れる前は4頭広がって、9番雪のロイヤル、内は8番エクロライジン、交代は6番、どうぞどうぞ、かわして10番、あー、よし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 、開いた開いた、2番手争いは7来い、頑張れ頑張れ頑張れ、いいよいいよ、刺して刺して、そのまま頑張れ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 、うーん、刺してほしいけど、あー、捉えられない。おし、
3、4コーナー中間、さらには14番ウイニングライブ、前3頭がさあ15番そのまま先頭で粘ってほしいんですけど、頑張れ頑張れ、さらには12番レオレンティ、来い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 、さあ残り15そのまま粘って粘って、ガールズレジェンド、いいね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 、あとなんか来てほしいんだけど、さらには1番のその他が全然来てない。大外は7番ロードプレイヤー、いやー5番頑張って、ガールズレジェンド3馬身のリード、さあ詰まってきた、13大外からある、ある、あーないか、あーないしないし、なんか15、あー刺されちゃった、ちょっと待ってよー、1番ラテラルシンキング、3着はどうか、15番のガールズレジェンド、そしてようやく鳳凰武蔵、14番の名称かけ勝つ、もう体半分前に出る勢いがあります。内から16番ペイシャボンの放線の体勢、間1番バリアントバイオ、4コーナー回って直線ちょっと90、11が後ろの方なんだよな、刺してこれるこれ、いやー頼む頼む、頑張ってくれー、いやー11がね来てくれてるけど他が他いないんだよね、あーちょっと全然あかんな、これダメだ、さあさあ7番7番そっから頑張って、11番プレジャークルーズレイチェルキング来てくれ、2番手3番エステレンチ、外には7番ミス横浜、いいよいいよ頑張って頑張って、1番シャドウフューリー、頼む頼む頼む、4も外からさせてくれ頼む、47来い47、あーちょっと待って7番が、いやー4頑張ってさせる、させ、あー待って内から1が来てる、ちょっと待って、いやーさせないか、わーあーもう、あーもう、あーもう、1馬身2番手7番のピカリ、その人さあこっからこっからこっからよ、4コーナー回って直線コースに向かいました、さあ9番のワイワイレジェンドリードを3馬身に開きました、2番手集団3頭急接近、4番のチカッパ、7番ピカリ、外から、あー6番頑張れ、そっからちょっと刺してきてくれ、頼む頼む、頑張れ、いけ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 、あーちょっと厳しいか、わーあーダメだダメだ、わー待って外から1番すっごい惜しい、あーこれはあかんわ、あーこれは厳しい、内に1番イグライター、間に4番のドライレール、その外に読みかけです、ドンちゃん頑張って粘って頼む、口を開けてドンフランキー先頭、追って14番ウィルソンテソーラ、ドンちゃん頑張れ頑張れ頑張れ、いやーちょっと厳しいか、ドラ来れる、ドラはドラ頑張れ、いやーちょっと手応えが厳しいね、あーこれは、わー待ってペプチのナイルめっちゃ強いや、あーレマ、いやこのペースやったら仕方ないか。
悔しい。ドンちゃん、ドゥラちゃん。さあ、こっから頼む。10、15来い、頼む頼む。ちょっとこれは厳しいかな。いやー、ちょっと、あかんなこれは。うわー、あー全然来ないね、来ないね手を。いやー、マジか、マジかマジかマジか。はい、ということで今回は約22万円の大敗でした。ちょっと待って、的中もねわずか一つっていうところで、惜しいレースもちょっと少なかったんですよね。そこそこ人気どころの馬もいたんですけれども、今回は本当にさっぱりでした。ノーザンファーム生産馬の良い検証案あればぜひコメントで教えてください。お願いします。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。